さあ皆様お待たせいたしました。今日はここ市民球場にて注目のエキシビションマッチが組まれております。それでは早速参りましょう。まず三塁側横浜 DeNA ベイスターズ、先発投手は熊原、コンディションは絶好調、どんなピッチングを見せるか。そして対する一塁側東北楽天ゴールデンイーグルス、先発投手は渡辺。まずは1回の表、今日の先発マウンドに上がるのは玉持ち丸を持っている渡辺。打者からすると非常に狙い球が絞りにくい投手、一体どんな攻防になるか。さあ非常に注目度の高いゲームが始まりました。バッターは打ちました、一塁へ送る、アウト、タイガー。そしてバッターボックスは村林、1球目を投げました、真ん中ストライク、内角低めストライク、カウント2ストライク、打ちました、白根交代、ヒットになります。村林一塁蹴って二塁へ、二塁タッチはセーフ、村林ツーベース、イーグルス先制のチャンスを迎えます。そして迎えるバッターは八百板、球威のある直球、バッター動けません、投げました、真ん中空振り、テンポよく追い込みます。さあ外してくるのか、打った、一二塁間へ、タイガーボールを掴んだ、アウト、イーグルス0対0で迎える3回です。さあそしてバッターボックスは先ほどツーベースを放っている村林、1球目バント、一塁に送る、アウト、イーグルスチャンス、イーグルス追加点のチャンスを迎えました。ここでバッターは村林、1球目打った、白根バックしていった、村林出塁します。イーグルス追加点のチャンスを迎えました。さあここでバッターは今日2本のヒットを放っている村林、セットポジション第2球は打った、おつけるバッティング、白根軽快な守備を見せました。ベイスターズ何としても得点を挙げたい9回です。イーグルス最後をしっかり締めて見事勝利しました。イーグルス見事な戦いで白星を挙げました。全員野球で勝ちをつかみ取った。ゴールデンイーグルスの勝利です。勝利投手は渡辺優輝、敗戦投手は。さあそしてイーグルスファンの皆様よろしいでしょうか。ヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。今日は本当に2人とも大活躍でした。